どうもロチン TV です。本日はですねドラゴンクエストウォーク、こちらの動画をやっていきたいと思います。で今回はですね新ガチャとして、登場した海賊の新武器ストームアンカー、こちらの武器について話していきたいと思います。でまずはこのストームアンカーなんですけども、武器種が斧で、レベル30でメールストローム、水系には 335%、 それ以外には 280% のマギ属性を全体に与えるという武器になっています。でレベル20のスキルがアンカーブロー、 320% のドルマ単体斬撃攻撃となっています。なので単体ドルマ 320%、 全体バギー 280% みたいな感じになっています。で他のスキルについてはね、普通の斧みたいな感じで魔人斬りとか大木斬りとかそんな感じになっています。で特攻が水系のダメージになっています。 5% が2つで 10% となっていて、まあ、この武器のまず暫定評価としては水系絶対殺すマンとなっています。まあ、水系を絶対に殺すぜみたいなね。メールストロームが 335% で、系統特攻も 10% 乗るみたいな感じとなっていて、まずはこれ見ただけでもイベント武器だなっていうのがね分かると思います。であとね今回ね言いたいのがこちらですね。まあガチャ画面で見ていくんですけども、これじゃない、防具がまあ海賊防具となっています。で海賊が装備した時の話なんですけども、斬撃が 1% プラスされる。であとは斬撃対義の耐性が 1% プラスされます。だから硬くなるっていう感じですね。であとはレベル20で守備力が 5% で、これ各防具のパーツについてるんで守備力15上がるみたいな感じとなっています。23にもね守備力があるっていう感じで、一応1突で攻撃力っていうのは今回まあもう変わらずねついてるんだけど、今回この防具に関しては本当イベント用って感じだよね。水系の耐性もあるし、まあ守備力上げて海賊接待みたいな感じにはなっています。これ全部の防具に同じくなっています。なんでまずね、まあ、ちょっと火力見つつも行きたいんだけど、今回ねガチャねぶっちゃけまず引かなくてもいいって評価になります。俺的には、まあ、そこだけまず話していくか。で今回ねまあ一応武器自分は引いたんですけども、やっぱりねドラクエウォークまずはガチャが結構きつい、まあ、天井あるんで6万円払えばまあ武器がね確実にはゲットできるんだけど、今日の俺のガチャ動画を見ても欲しいんだけど、見てもらえば分かる通りまあ出ないんだよねピックアップが。でそんな中このストームアンカーっていう武器を狙っていくかっていうと、まあ6万払ってね狙う価値があるっていう思う人はまあ全然引いてもいいと思う。で無課金とかチケット税とかあとジェム貯めてる税の人に関してはこの武器はね引かなくていいっていう俺は結論になります。この後火力見て強えとか言うと思うんだけど、まあまずね、まあまあ強えっていうのが仕事だからさ、 YouTube の動画を上げる人は強えって言ってマジワンパンやんとかね、まああとはね言うと思うんだよね。火力強えってなるんだよね。これ俺もちょっと打ってみたけどまあ強いなとは思う。 280%、 まあハグメタとかも同じね時代になってきてるから、こういう 280% 時代の中で今回の9章はバギーはほとんど通るからね強えって言うんだけど、よく考えてみてください。これがちょっと今回の動画で言いたいことなんだけど、ストームアンカーまあ強いっていう評価をするとしても使いません。レベリングにその強えっていうガチャをいっぱい引いてる人はマジで。まずはね商品 P31 って結構重い、それが1個ね。まあハグメタもそうだけど、でハグメタの剣は使います。なぜかっつうと、まあ、メタル特攻があってドラゴメタルを狩るっていうのを併用してる。全体攻撃も強いし、ドラゴメタルが出た時のメタルケアもできる。だから経験値も逃さず取りたいっていう場合は、まあメタル斧を使うかこのハグメタ剣を1枚入れる2枚入れるっていうのは全然レベリングに動いてありえるんだよね。だからハグメタの剣は価値があるんだけど、こっちの、ストームアンカーに関しては、まあ、メタルを枯れるとかはないんで、全体火力として見ます。だとしたら使わないっていう話ね。で、何を言ってるかっていうと、まあまあガチャをね、引いてる人に関しては、このね、霊獣とか、ギガデインとか、まああとはラーミアね、まあヨナズンとかね、で、あとはまあ持ってればだけど、マジカルブースター、ベタンとかね、全体の呪文でレベリングをします。結局は。だから使わないんだよ結局は。最初ね使うかもしれんけどストームアンカーは使わない。レベリングでまずで使うとしたら、まあ心セットの話なんだけど、
まあ一応ねバトルレックス入れるとかねそういう風になってきて、まあ強えって言ってる火力量落ちます。まずバトルレックス入れるからね。であとはこのね、まあ、こっちだったら俺はラーミアをつけてんだけど、まあ、ラーミアの場合、まあ、MP 回復がついている。であとは竜王とかね一つ目ピエロとかで MP 回復をしていくということで、まあ結局呪文で全体攻撃はねレベリングするんで、まあ物理のレベリング武器は使わんでしょっていう話ね。でプラスしてあとはね呪文っていうのはミスらないっていうのがあります。必中だから。で物理に関してはミスっていうのがあって、結局全体でね、まあ今だったら2パン構成にするんですよ。まあハグメタの、まあ、剣とかを4突してね、でまあランプの魔人ねつけてワンパンっていうのもあるんだけど、どっちにしろ MP 持たないです。自宅狩りするときは。でバトルレックスとかつけたらまあワンパンに行かない可能性とかあると思うんで、まあ結局はねこっちになってると思う。みんな多分霊獣使ってると思います。その課金めっちゃしてる人はね。なんでまあそこら辺を考えてガチャを引いた方がいいと思いますよという話になっています。ということでね実際火力見ていきたいと思います。まあ火力見たらね強いって言うと思うよ、思うんだけど、まあ考えてねジェムは使ったらいいんじゃないですかって話です。まあそういう強え強えっていうのがね YouTuber の仕事だから、まあまあそこら辺の表面上に騙されないように行こうぜっていう話です。ということでメールストロームこちらとなっています。火力いや強いんだよ実際ね。1800円でこちらとイオナズメ一応ね、まあまあ2パン狩りしていくんで結局呪文の武器2個でいいっていう話ね。そうなってると思う。で一応これでまあ言いたいことあとその2としてはね、この武器に関してなんだけど、斧です。なんでバトマスも得意武器として使えます。だからね、まあ、今見せた火力が今69レベルで、心がねこれエバギの最強セットっぽいのをつけている。まあ真珠は S にしてもいいし、まず入るのがヘルコンドルね。これがバギ属性ついてて、まあ力101で、はめるとね122まで上がってます。でヘルコンドルも使えるし、まあ、海賊でも20枠にヘルコンドルでいいっていうところで強いって言うと思う。でまあヒュンケルね、ヒュンケルは斬撃3と、力32で、まあ換算すると140ちょいになるわけで、あとはねゲリオンね、ゲリオンもバギ、5%、そして斬撃 10% で力が75、得意枠で90になってるんで、90プラス、この森パーセンテージが 15% なんで、まあ、140近くの指数になる。であとこのシャドウサタンの枠は、まあシャドウサタンでも、まあ、変わらない、もう一個強いのがあって、まあホラービストでもまあそこまで変わらない。ホラービストの場合力が108で、7% のこの斬撃が入るっていう感じで、シャドウタさんの場合は力が99で、斬撃 10% っていう感じ。まあここら辺はちょっとしか変わんない、ちょっとだけシャドウサタンの方が強い計算になると思うっていう感じで、これ最強セットをつけてるんだけど、まあ今みたいな火力になっています。結構ワンパンできるのはワンパンできる。もうちょっとだけ見る。結構ワンパンはマジでできるやつはできるんだよね。ランプのマシンはマジ無理。ただこのねウサギとかこうワンパンなんすよ。会心は強えな、暴走も強えな。でまあどっちにしろこのゾンビとかに関しても2パン狩りになる、そういう感じになってます。心落ちろ。でまあそんな感じなんで、今回の武器に関してはねマジで引かなくていいと思うよ。無課金の人は引かなくていいと思う、マジで。ここら辺は念頭に置いて引いていくといいと思います。まあこんな感じの火力でした。あ強いじゃん今4000とかですよさ。あとはそうだな、スマートウォークで言うと水系のやつにやったらさめちゃんこさ5000ぐらい出るからさ超強いってなるんだけど、まあ今回のイベント中は強いと思うよ。なんだけどっていう感じね。あとまあ光竜無凸持ってる人はこんな感じの火力になる。ちなみに防具もなんだけど、防具はこの伯爵でまあバギ 5% あるんで、伯爵ある人は伯爵でも代用できる。あとはコクランとか、まあ、光の鎧上とかね、ここら辺にもバギーがついていて、まあ 3% だけども漏れたりするんで、そこら辺で代用すりゃいいと思う。だから防具にもそんな価値がないっていうところなんだよね。海賊船、まあ海賊でつけたらもうちょい強くなるっていうだけの話だから。なんでね今回のガチャする要素もう一個、まあ言うとしたら防具は別に伯爵かコクランか光の上か、まあ、何でもいいけど
一応バギーをついてるもので代用ちょっとできちゃうよって話。ちなみに盾で強いのは勇者の盾です、まあ、光の鎧シリーズね。であとはね、アクセが強いからバギー自体は強いんだけどね、これねあるからっていう感じで、一応ね対比していきます。交流な今回のね主題、交流が死んだ件について。ちなみにね、基礎攻撃力も、この1周年超えてから、153、ストームさんアンカーが153で、交流とか140、ハグメタの剣も153になってて、まあこれ1周年後ね、鎧の魔剣とかも153で、まず攻撃力自体もちょっと落ちてます。なんか今後ね、まあね、落ちていくのがね顕著なんだよな。うん、そこら辺はある。マジ交流かわいそうだなっていうのがありつつ、ちょっと見ていくか。まず無凸の火力、まあでも交流あったら逆にいらないっていうのがあると思う。はい、じゃあ交流無凸の火力を見ていきたい。先制してもらったらさっき怒り出ちゃって取り直し1400だから1800ぐらい出るんだよ、あの海賊武器だったらね。強いんだよな、強いんだけど、このイオナズンとかよりも出るしな。これ4凸だからな。まあでもレンジャーだし心があれなんだけど、まあ強いんだけど結局は物理だからねっていう感じです。まあ交流が今1400ぐらいで、まあストーマンカーが1800-900ぐらい。もちろん最強の心つけてね、そんな感じです。だから最強ってなると思う。ちなみにこの交流の爪4凸プラス25っていう、いくらかかったんだっけこれ、100何十万かかってる装備、これと比べてみましょう。これはめっちゃねあれかかってるからね。で計算上ね、一応凸の 1.2 倍があるんで、まあまあまあこの場合ね、あれなんだよね。あ、怒っちゃったか。怒りも一応見る。最強火力、一応計算上290%ぐらい。ほら強い。ただ4凸交流で同じぐらいだね、素の攻撃力の分もあって。まあちょい超えるかな、今怒ったんで。もう一回見ると、さモーションも長いしな。うん、そうそう、4凸交流の方がちょっと上なんだよね計算上、まあ、そんな感じになってます。なんでまあそうね、4凸交流ぐらいの火力が出るから、まあいいんだけど、いいんだけどってとこですよね。はい、ということで今回の動画なんですけども、このストームアンカーね、強い弱いと聞かれたら答えてあげるが世の情け。まあ、世界のね平和を守るため、私が正直に答えると、そこまで無理して引かなくてもいいんじゃないでしょうか。まあ、これが答えとなっております。あー、これいかんないで締めたかった。怒ったらねこれね強えってなるけどね。のっちんのっちん TV 団でした。ここまでご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではまたな、バイバイ。